子供たちはベルマン帝国軍に連れ去られた村のみんなの行方を知るため途中の村で情報を集めようとした。しかしどの村もすでにベルマン帝国軍によって破壊され、どこにも人の気配はない。子供たちは情報収集を諦め戦車に戻ろうとしたが、ちょっとした異変が起きていた。戦車を離れた時に閉めたハッチが開いていたのだ。子供たちはあまり気にせず、再び先を急ぐためエンジンを起動させた。誰にも気づかれないまま、二人の小さな珍客を乗せた戦車は走り出したのだった。双子が食料を求めて戦車内をさまよっていると、突然目の前に光る人影が現れた。ダメ。うわ。双子がその人影に驚き大声を上げると、その光る人影はすっと音も立てずに消えてしまった。さらに双子が悲鳴を上げると、今度はその声に気づいた子供たちが集まってきた。はあ、あのさ、ごめんなさい。双子は食べ物を探すため戦車に潜入したことを謝り、村が襲われ村の大人たちは連れ去られたと語った。村人が連れ去られたのは南の方角と聞いた子供たちは、同じ境遇の双子を仲間に誘うことにした。ねえ、問題ないぜ。あのね、
行くぞ。よし、そうね。ゆっくり待ちましょうか。
あのね、はあ、うん、何？やってやるか。よし、うん、増援なのです。任せて。どうだ、手伝おうか。任せて。よし、行こう。いたぞ！撃て！ドッカーン！ふぅ、いけるいける！お前らはおしまいだ！
ってこいよ。メイも頑張る。ドカーン。逃がさないで。よし、行こう。やっちゃうぞ。来ないでよ。よっ。逃がさないで。メイも頑張る。どうだ。楽勝だぜ。ねえねえ、問題ないのです。どうかしら。よし、行こう。
照準よしなのです。これでどう？ドカーン！大変なのです。逃がさないで！ねえ、すごい！たたたたた！逃がさないで！お前らはおしまいだ。